1950年代、冷戦の最中、CIA は MK ウルトラという極秘プログラムを開始した。このプログラムの目的は心の制御を研究することで、その手法として電気ショック療法、催眠、薬物などが使用された。多くの実験対象者は、自らの意思で参加しているとは知らずに、様々な薬物を投与された。中でも LSD の投与は特に注目され、この薬物が敵の情報を引き出すための有効な手段として利用される可能性があると考えられた。しかし、これらの実験は倫理的に非常に問題があり、多くの人々が精神的、肉体的なダメージを受けた。1970年代になって、このプログラムの存在が公になり、大きな批判を受けた。 MK ウルトラは、政府が国家の安全のためとはいえ、どれだけ過激な行動を取ることができるのかを示す事例として、今も多くの人々に知られている。